デラキチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。お待たせしました、大変お待たせしました。デラキチャンネルさ、見てるんだけどさ、最近全然聖夜打たないよな。あいつが打つリセットの聖夜のために俺チャンネル登録してデラキチャンネル見てるのに、あいつ全然聖夜のリセット打たんじゃん、クソがって思ってた80万人の方々、大変お待たせしました。諦めない心って大事ですね。5月はもう12日にして初めての聖夜です。収録聖夜マジめっちゃ久々だ。4月16日以来だよ。約1ヶ月ぶりの聖夜です皆さん。はい、だ動画的にも当然約1ヶ月ぶりですよね。はい、聖夜打ってんの。まずはこの聖夜が打てる聖夜か、まあでも打てる聖夜打てない聖夜ってね、まあ久々なんでもう一回言いますよ。私セイント聖夜海洋覚醒好んで、打ってますけど、この台何でもかんでも打つわけじゃないですよ。打つ条件はまず最低条件がリセットです。リセットされている聖夜打っても GB レベル1の腹痛見えずであれば即やめます。はい、それが私ルールです。でただこれはあとうちのこのいただきチャンネル編集チームとの、まあ、約束ってわけじゃないんだけど、編集チームに言われてることとして、セイントラッシュ入らないとか、もしくは入っても何にも見せ場なく駆け抜けて400枚500枚で終わった時は基本的にカットするからねって言われてます。久々に聖夜取れたよみたいな、今ここまでの長々とした話を次の移動先で1台目として聖夜は全カットする可能性があるから、その2台目のパチンコで今日は5月12日久しぶりにやっていきましょうみたいなオープニングを自身で取り直してっていう風に言われてます。今久々に聖夜取れてテンション高く喋ってるけど、これもしかしたら使われないまであるんで、俺としてはなんとかセイントラッシュに入れて全カットされないことが俺の目標です、個人的な。っていうか300でも全長来てないんだけど、薄いけど別に準備モードが濃いわけではない。やっぱ200で全長来てたらこれ結構さすがにちょっと盛り上がってました。これだいぶ薄いですね。100で全長来てなくて、あってか1回も来てないじゃん。まあ据え置きってことはないんだろうけど、あだから今んとこまだ準備の可能性も、各モードが均等配分同様に確からしいのであればね、通常準備 SP モードそれぞれが仮に1対1対1だとするのであれば、今これ準備モードの期待度と SP モードの期待度が少し高くなります、通常モードよりは。なぜなら通常モードは100、300それぞれで全長発生率が 90% あるんですよ。今その 90% を2連続で外してることになります。 10%、10% 引いてます。準備モードだとすれば100と300での全長は、まあ、来ないことも全然、むしろ来ないんで、あの同じ裏なんで、だから200で来るはずの全長を1回スルーしただけだ。これ400で全長来たらおっとはなる、実際おっとはなる。てか珍しい、本当に100、200、300、1回も来てないんで、行っちゃったら夢も希望もないけど、まあどうせ通常モードですよ。通常モードの今 10% 2連で 1% だから100回に1回の出来事が今起きてる。クソどうでもいい100回に1回が起きてる。全然嬉しくない。100回に1回だったら万枚ぐらいあるからね、もっとあるよ。万枚100回に1回以上多分あるから、万枚より薄いけど万枚より全然嬉しくないことが今起きてるって。あとコスモチャージそこそこ入るけど、やっと20ポイント以外が取れた。青ここで行くぞって言って12球に行かない。うわ行った、当たった、当たったんだけど、これモード当たりましたね、これ。はい、やりました。なんだったらこれ早すぎて直撃ない、直撃 SP モードない。はい、当たってこれ間違って直撃しない。まあまあまあ370ゲームコスモポイントで直差ししてやりました。さあめちゃめちゃ大事よ。 80% 来い。ああソレントやばい、やばいソレントやばい、お願い。60セーフ、セーフじゃねえけどもうこれはまあ打ちますよ。ただこれ通せばいい、ソレントなんだね。まさに死のメロディーということか。あーこれ一戦負けまであるな。お中攻撃食らってしまって、立ち上がれ。あー復活せず黄色、はい溜まったけど漏れず
ということで、これあのいわゆるプライベート聖夜であればこの時点でやめです。久々だしね、もう今日はこれ打つよ。あ、だから打ってセイントラッシュまで行くからこれもうカットされないんじゃね。でこれコスモチャージに行かなければ、これコスモチャージに行かなければだいぶねこれ盛り上がってくるんだよ。ちょっと待って、これあと2ゲームぐらい耐えて、待って、行くな、え、行かないよ、これ10ゲームだよ。はい、これちょっと待って、めちゃめちゃ盛り上がってる。何が盛り上がってるか言いますよ、今もこれ11ゲームなんですよ。はい、これ全長なんです。で、まあ全長なんですっていうのはこれが出たからじゃなくて、今 GB1 戦目に負けましたよね。 GB1 戦目に負けた時は必ず即全長であのコスモチャージに行くんですよ。コスモチャージが1個おまけでついてくるっていう特典があります、この台。ただし1個だけ例外があって、 GB 終了後即全長、1ゲーム目から GB の本全長もしくはフェイク全長を引いた時はそっちが優先されるっていう法則があります。でもう今この時点でコスモチャージに入っていないということは、それすなわち別の全長 GB の、まあ、本全長もしくはフェイク全長が走っているということになります。でこれ大事なのが、もしフェイク全長だった場合、うわこれ微妙、これフェイクっぽい、まあまあでもフェイクの方が難しいけど、滞在モードの話なんですよ。これ何が言いたいかというと、今これ SP モードにいる可能性が出てきました。さっき100で全長なし、200で全長なし、300で全長なしだった。これがさっき準備モードにいた、もしくは最初から SP モードにいた可能性で、今 SP モードにいるとすると、1、100、200、300、400、それぞれでのフェイク全長発生率が 75% あるんだけど、逆に言えば SP モード以外での全長発生率が通常でモードで 3%、 準備モードで 25% なのよ。だからもう即全長の時点でこれワンチャン当たるかもしれないし、当たんないかもしれない、難しい、当たんねえな、あ当たんなかったけど、はい。ということはこれフェイク全長が来たってことは、通常モードであれば 3% の出来事、準備モードであれば 25%、 SP モードであれば 75% 来て当たり前の数字。これだけだったら正直、あはいはい、即前兆ね、通常モードの 3% 引いちゃったねで片付けられるのよ。たださっきはいはいって言ってた100、300前兆なしがここで効いてくるのよ。通常モードで100と300で前兆が来ないのって 10%、 10% なんで、同時に起こるのって100回に1回な、 1% しかないのよ。さらに 1% のさらに次 3% 引きますか、これ単純計算で 0.003% とかになるの、さすがに薄すぎんってなると、これ今準備もしくはさっき準備にいて今これ SP にいる可能性が正直それなりにあると俺は思ってる今。ちなみに SP モードどんなものか簡単におさらいすると、天井が536ゲームになります。もう1個がコスモポイントが1000になった時、通常準備モードであれば設定に応じてだいたい 20% から 25% で当選するんだけど、 SP モード滞在中は全設定共通で 50% で当たるようになります。ただ一番わかりやすい差っていうのが、直撃セイントラッシュが430分の1ぐらいできますので、いきなり謎の前兆が来てセイントラッシュってなれば、それはほぼほぼ SP モードってことになります。まあ、状況にもよるんだけど、とりあえずこの前兆は、まあ、コスモポイント1000から強調も引いたんだけど、まずコスモポイント分 SP モードであればね、今 50% で当たるんで、まあ、その 50% はさすがに外したくないよねっていうところではある。いや当たってねえな、これは当たってねえな、ちょっとゲーム数ちゃんと見てないけど、これは当たってないよね、どう見ても弱すぎるもんね、全長が。で強チェリーの分があって、ちょっと100ゲームの全長がね、ゲーム数かなり被ってて、ちょっと集中しないといけない。これ発展すれば当たる、あ当たっ、いやこれは100の方の前兆か、ああたまって見えず、ああこれは100前兆だ、だから100前兆はあったってことだ、ああだからまあうーん、まあ SP ってことはねえんだな、3万分の1じゃないこれ。おそらくまだわかんないけど、ずっと通常モードなのに100ゲーム前兆なし、300ゲーム前兆なし、その後1ゲーム目から前兆あり、これはインターネットで出ているフェイク前兆発生率
俺の記憶が正しければ 10%、10%、3%、 全部を漏れなくやるのって何パーですか？ 1% の 3% でやっぱ 0.003% とかじゃない？クソ薄い、クソどうでもいい現象が今起きたわ。で、腹痛はもう2回かな、溜まって漏れてこないんで、40以上ってことはほぼなさそうだよねっていう。 GB レベルはもう2、60% だったんで、まあもうこれを通すまで引っ込みましょうというお話ですね。いやー、ヒーターやっと。いやー、どうなの、もう822ゲームだから、まあそこまででもないけど、でも当たってくれたら嬉しいし、当たってくれないと初の降格チャンス目。いや、まあ悪くはないけど、まだ不安、強くはない。大、いやー、これ危ない。赤、うわー、これマジで赤、あ、これは大丈夫か。あ、色変わんねえけど、あー危ねえ。いや、とて855ゲームだけど、まあまあまあ3000分浮いたと思えば楽しい楽しい。 GB 参ろう。またソレントだよ。もうまあソレントとてね、死のメロディ、ちょっと1負けはもういいぜ。パンチパンチパンチ、またか。1戦目と1回目と全く同じ、全く同じ。いや、60%、もうつまんねえ、つまんねえ。もうなんか正直、せいやってこんなつまんなかったっけってぐらいつまんねえわ。メヘラ出ちゃうな、これ。天井でーす。5万円ちょうど、998ゲーム。1個だけいいことがあったとすれば、ちょっとだけ終盤コイン持ちが良くなって、絶対3000円ぐらい天井まで足りないだろうと思ったのに、5万円で届いたこと、それだけいいことは。さて、もうソレントは嫌だ、ソレントは嫌だ。もうちょっと夢見たい、もうちょっと。よしよし、バイアンなら夢見れるよ。はい、60バイアン十分。よくないよ、一戦負けの感じ出てる、一戦負けの感じ出てる。いや、もう一戦負け、やばくない？これだからもう、それつまり 40% を1回で通してるってことだもんね。これ 60% 一戦負けを3回って、あの 40% を1回で通してるのと同じだから、きっつ。これで次天井で7万でしょ。この感じ入る気配ないもんな。これで4スルーでしょ。これもういよいよやばいやつだね、本当に。歴史に残っちゃうかもしれない。カニで8点か。12球の方が良かったな。いや、ちょっ、いや、ダメだなこれ。まだ熱くはない、熱くはない、温かい。今なんかペガサス水星拳出したから、ちょっとなんか、今おかしくない？なんか演出カットされたじゃん。熱いっていうか、なんか今演出がショートカットされたよね。12球の画面が本来であれば行くぜっていうのに、もう無言で走り出しちゃったよ。多分その前がペガサス水星拳打ったのに、あれの演出負けるっていうことが処理の問題かな、これ。処理落ちみたいの、多分落ちというか、窓かでもたまにあるやつ。今んとこいいよ。もう一発強いの来れば、もうこのままでも当たってもいいぐらいだから。でももう一個欲しい、もう一個は欲しい、正直。ああ、いいね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 。これはまあまあいいよ、さすがに。ここで発展は、いや、これちょっと弱いよまだ。あ、赤い、大丈夫だな、さすがに。あー、大丈夫だ、大丈夫だ。よし、
チャンス目広角刺さった297、57,000円。ただまあ当たっただけだからね、 60% だからね。でもなんで打ってんのって話だけど、もうやっちゃった以上やるしかないよ。頼むバイアン変わらず 60% 取って、もう不屈とかいらないんだからさ、もうまず1個。いやもう、いやー待ってよ、これもう記録だよ、これ記録だよ、俺今4回連続だよ。あーやっと超えた。あ、初めてラウンド2、この画面見るのに6万円と3時間半かかった。いやちょっと待ってよ、お願い、よし、いやー行かないか、いやでも手がさすれてるし、お願い本当にお願い、夢見さして、夢見さして、夢見さして、よし、いやよしじゃないよ、意味ないよこれ負けたら。でもやっと来た3戦目、あっていいだろ、あっていいだろ、次のレバーオンでガタガタか繊維性やね、イメージ。力力力、1ゲーム目にこれ出てくれるのは最高ですね。はい、やりました、57,000円、 60% 無理やり通した、マジで。境地効かねえんだよな、ヒドキを押させてくれなかったね。いいよいいよ、ヒドキを押すほどのことじゃない。さあ行きましょう、長かった、600目標、600目標いいぞ、いやいいよ、オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、ヤンマケンフリーズはなし。さあこっからの粘り大事だからね、リプレイを引かない、よし、オッケー、さらによリプレイを引かない、いやー一冊ー、よし、まあ57,000円、まあ3,000枚、こっから頑張りましょう、3,000枚、いやいやもう耳おかしいわ、今一瞬ナビボイスがアテナに聞こえたもんね、耳おかしいわ、もうほんとやだ、もう今すげえドキドキしてうわーとか叫ぶとこだった。あー何も来ない、57,000円も使ったのに。さあ引き戻し頼む、俺はまだあの一戦負けかける3回はね、引き戻しまでやってやっとまくりだと俺は考えてるよ。そもそも今日はあの 10%、10%、3%があったのね、通常のフェイク伝承の、そこまで考えたら、そう、これは通して叱るべき、別におかしいことではない。さあ行こう、いいよバイアンだよ、勝っちゃうんじゃないこれ、勝っちゃうんじゃないんですか、果たしてそうかな、次は打ち砕く、手がさすなし、
攻撃なし。いや、いい、これは大丈夫だろ。いや、食らうかい。立て、もうダメだ、全然ダメだ、引き戻さねえんかい。即前兆なし、やめです。全然でしたね。まあでもまあ強制2回にチャンス目4回引いてアタック取れずなんで、まあまあまあしょうがないわ。一歩間違えたら2000枚3000枚クラスまで可能性はあったんで、4万負けぐらいだね今。パチンコ行って取り返したいと思います。ということで約4万負けでやってきた台はもちろんゲンです。ゲンならまくれる可能性があるということで、125回転やっていきましょう。よし、素晴らしい。264回転7000円。ああ、いやーマジかー、最近取れないんだよね。え、51回転ね。そらそうだ。ああ、おお、え、251回転。あ、そらそうだ、素晴らしい、さすが大名。43回転よし。もうこれ最後時間がね、言うこと聞かないんだよね。ほら、ああ来ないね。はい、まあまあ最後に1万6000記録更新とはなんなかったけどね、いいんじゃないですか。5時ちょうどいいよ。2万4000発ちょっと出たんで、トータル初当たりが4回。まあそれもすごいよね。俺言うて125回転から打ち始めて264 51 251 43と、初当たり4回で、ラッシュが3回、17連13連、最後31連と、トータル6万4000円使って970枚と2万4000発なんで、まあまあ十分だよ。ああ4万勝ちぐらい。結果勝ちました、よかった。正直ちょっとせいや、60% で追ってる時は打たなきゃよかったとか、もうせいや打つぐらいだったら球打ってればよくねとか思っちゃったけど、結果今日トータルで勝ったからよしとしよう。せいやもいいことあるし、実際岸別収支ではせいや一番勝ってるし、たまたま結果が伴わなかったぐらいでメンヘラぶっこいってちゃダメということです。神代だと思った方、ゲンさんチャンネル登録してください。さよなら。